こんにちは、ヒロです。今回は Adobe のデザインツールの3本柱、 Photoshop、Illustrator、そして XD の使い分けについて説明していきたいと思います。デザインをやっている方だったらある程度わかるかと思うんですが、実際にこの質問を結構いただくので、今回は実例も踏まえながら説明していきたいと思います。まずは Photoshop についてです。 Photoshop はいわゆる画像編集ソフトです。ウェブデザインには写真素材を多く使用するんですが、その写真を加工するツールが Photoshop です。では実際の画面で見ていきましょう。 Photoshop を開いた画面はこんな感じです。基本的な流れとしては、画像ファイルを読み込んでそれを加工していきます。あらかじめ画像ファイルを用意したので、このファイルをドラッグ&ドロップして Photoshop で開きます。今回は Photoshop でよく使う3つの機能を紹介します。まずは画像補正です。暗い画像を明るくしたり、コントラストを上げたりなどの補正ができます。最近だとスマホの写真でもそういった編集をすることは可能なんですが、それよりももっと細かい調整ができるってイメージです。次に画像のレタッチです。目立つような傷を隠したり、不意に映り込んでしまった人物を消したりすることができます。レタッチ用のツールがいくつか用意されているので、ある程度操作が分かってしまえば誰でも簡単に画像の修正をすることができます。例えば僕のケースで言うと、 YouTube のサムネイルに使用する写真をよくレタッチします。僕の顔写真を撮って Photoshop で肌のレタッチを行ってサムネイルに使用するっていう感じです。で、3つ目に画像の切り抜きです。主にバナなんかを作るときに写真を切り抜いて使用することがあります。その加工も Photoshop で行っていきます。切り抜き方は大きく分けて2つあります。1つ目はペンツールを使ってパスという点を打っていって、その点に沿って画像を切り抜くということができます。このパスでの切り抜き方は結構コツがいるので、慣れるまでなかなか難しいと思うんですが、このやり方が一番綺麗な切り抜きができます。で、人の髪の毛とかもそうなんですが、毛のような細かい箇所はパスを打っていくことが難しいので、境界線調整ブラシというツールを使うと綺麗に切り抜きができます。もう一つは範囲選択での切り抜きです。これは選択ツールを使って選択範囲を確認しながら調整していくっていう感じです。やり方としては、切り抜きたい対象をなぞりながら範囲を選択していくといった形です。昔はなかったんですけど、最近では被写体を選択っていうめちゃめちゃ便利な機能があるので、簡単に画像を切り抜きたい際には圧倒的にこの機能がおすすめです。 Photoshop はこんな感じで、画像素材を加工したり調整したりツールとして主に使用します。次にイラストレーターです。イラストレーターはグラフィックデザインのツールで、ポスターやバナー、ロゴやアイコンなどの制作に使用します。イラストレーターではベクターデータと呼ばれる形式のファイルを使用するため、拡大縮小を繰り返しても劣化しないのが特徴です。逆に最初に紹介した Photoshop で扱うファイルはラスターデータというものになるので、拡大縮小を繰り返せば画像は劣化してしまいます。簡単に言うと、ラスターデータはドットでできているのに対して、ベクターデータは座標と座標をつなぐ線の情報からなるデータなので、このような違いが生まれてきます。で、実際の画面はこんな感じになっています。基本的な使い方としては、シェイプやテキストを配置してそれらを組み合わせることによってコンテンツを制作していきます。先ほど説明した通り、イラストレーターで使用するデータはベクターデータなので、こんな感じで拡大しても画像が劣化しないことがわかるかと思います。ちなみに僕のチャンネルのサムネイルは基本的にイラストレーターで作成しています。こんな感じでシェイプやテキストを組み合わせて作成していて、写真についてはPhotoshop で加工したものを埋め込むという形で使用しています。ウェブサイトであれば写真やテキストの組み合わせが多い
バナーなどもイラストレーターで作成するのが一般的です。あとはウェブサイトに必要なロゴやアイコンはベクターデータで作られていることがほとんどなので、それらを取り扱う際にもイラストレーターが必要になってきます。最後に XT です。 XT はウェブデザインに特化したデザインツールです。ウェブサイトは通常複数のページで構成されているので、何ページものページデザインが必要になってきます。 XT はそのような複数のページデザインを制作するのに向いています。また XT ではウェブサイトの動きやページ遷移を擬似的に作成することができるので、いわゆるウェブサイトのプロトタイプが作成できます。プロトタイプがどういったものなのかざっくり説明すると、まずこんな感じでログインページのデザインがあるとします。例えばこれをイラストレーターで作った場合、ログインボタンをクリックしたところでもちろん何も起こりません。これが XT ではボタンにカーソルを乗せた際の挙動を作成したり、クリックした際にページ遷移させるなど、実際のウェブサイトにかなり近い形でウェブデザインの制作が可能になります。 XT の機能としては他にもスクロールやドラッグ、動画の埋め込みなどウェブサイトに必要な表現をいろいろ作ることができます。そのため Adobe のソフトでウェブデザインをするなら XT 一択になるかと思います。ただ注意してほしいのは、 XT では写真の加工ができなかったり、テキスト周りの調整が難しかったりします。そのため基本的には Photoshop や Illustrator など他のソフトを併用してデザイン制作を進める必要があります。今回説明したように、Photoshop、Illustrator、そして XT という3つのデザインツールはそれぞれ得意な分野が異なります。そのためそれぞれの特徴を踏まえつつ、デザインするものに合わせてツールを使い分ける必要があります。で、ウェブ制作に関して話すと、よくウェブデザインにはどんなソフトを使えばいいですかって質問をいただくんですが、まずはじめは XT だけで全く問題ないと思います。最初から Photoshop の使い方を覚えなきゃとか、イラストレーターの使い方も覚えなきゃっていう感じだと、なかなか覚えることが多すぎて結局挫折してしまうっていうことにつながりかねないので、とりあえずウェブデザインをやってみたいとか勉強を始めたばっかりっていう人はぶっちゃけ XT だけで十分です。まずはウェブサイトに必要な構成だったりパーツなどを作れるようになった上で、もう少し写真を魅力的に見せたいなと思うようなことがあれば、その時に Photoshop を勉強し始めてみるとか、バナーをもうちょっと綺麗に作ってみたいからイラストレーターの勉強をしてみるという感じで、ちょっとずつできる領域を広めていくっていうのがおすすめです。こんな感じでこのチャンネルではウェブデザインやコーディングに関する情報を発信しています。少しでも参考になったという方はいいねとチャンネル登録していただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。